J の英語モチベーションブースター、楽しく続けてブレイクスルー。 Hello everyone、 こんにちは。 J こと早川浩二です。 Hello、 アシスタントの生見恵です。この番組は英語を学ぼうとしている方、 TOEIC などの英語テストを受験しようと思っている方に、英語を楽しく続けていけるコツをお伝えしていく番組です。Jさん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマは何でしょうか。はい、テーマに入る前に決まりましたね、はい、新言語が。あ、そうですね、はい、発表されて、いろんなこういうふうになるんじゃないかみたいな、なんかこう家計というか、はいはい、推測されてる方結構いましたけどね。いました。はい、どうだったんでしょうね。そうですね、はい、まあ、どうだったんでしょうねというのは、実はまあこれもちろん収録ですので、今日この瞬間の時点ではまだ、そうなんです、分かんないですけどね。はい、はい、今3月下旬に収録しておりますので、はい、どうだったか、はい、っていう感じですけどね。はい、まあその新元号があって、その前がまあ、今の平成、はい、そして昭和、うん、で大正、明治と遡っていきますけど、今日はあの明治の話なんですね。はい、で、まあ、前回の放送でも、あの次回は福沢諭吉の話をしますっていうふうにお伝えしたんですけども、はい、その福沢諭吉の学問の進め、これが1880年明治13年に出版されたんですね。うんうん、でこの内容が本当にもう今の時代にぴったりっていうことで、はい、もうびっくりしました。へえ。で、僕もまあ福沢諭吉っていうあの人はもちろん1万円を通して知ってましたけど、うん、あと学問の進めっていうのを書いたとか、あと天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずって言葉までしか知らなかったんですね。うんうん、で、まあ、せっかくならやっぱりこれだけ有名なので読んでみようと思って読んだら、本当に今の時代にぴったりだったということで、まあ、そのご紹介を、学問のすすめの紹介をしたいと思います。お願いします。はい、英語につながりますか。英語にもちろんつながります。はい、むしろこれは英語から見ると本当にぴったりだなと思ったんですね。あ、そうなんですね。はい、でこの福沢諭吉はもともとあのオランダ語の通訳をしていて、うん、そしてまあ江戸に来ている時に横浜を見に行ったら、ちょうどあのペリーの後ぐらいですね、はい、開国をして、で、まあ、英語が本当にそこにこう今まで見たことない文字があったと、うんうん、でこれからはオランダ語じゃなくて英語だっていうことで、オランダ語をやめて、まあ、英語に切り替えたっていうのがあるんですね。うん、はい、でその時にやっぱり外を見なきゃいけないんだっていうところと、それからこれまで政府に押さえつけられてきたので、やはり民間の自分たちもしっかりと学ばなきゃいけないということで書いたのがこの学問の進めなんですね。はい、で、まあ、日常生活に役立ったり収入につながるっていう学問をしなさいっていうのが福沢諭吉の言ってる学問の進めなんですね。ただ勉強しなさいじゃないんですよね。はいはい、はい、なので自分の生活のために、はい、そうですね、生きるために、そうなんですね。うんうん、だからあの社会で使えないものとか日常生活に役立たない学問は意味がないっていうところまで、それは実害でしかないっていうところまで言い切ってるんです。へえ、そうなんですね。はい、ですので、まあ、知識だけ集めても意味がない。で、学問の本質というのは、うん、学問をどうやって活用できるか、でそのことによって選択と判断の基準になるんですっていうことを書いているんですけども、うん、もう英語も本当にそうですよね。例えば単語だけ覚える、文法だけ覚えても、まあ、使うっていう方向から考えると役には立たないですね。うん、それだけだと、うん、そうですね、もちろん基礎にはなるんですけどね。はい、じゃあ英語をやる本質何かっていうと、まあ、どう活用するかっていうところで、あとはもちろんこう可能性が広がるとかっていうのはありますけどね。うん、ただ、まあ、今後の選択と判断の基準にはなるかなと思うんですよね。なるほどね。私も最近、はい、この明治維新だったりペリー来航のところを、はい、うん、他の仕事でちょっとすごくこう勉強させていただく機会がありまして、はい、うん、この時代の方たちって本当に先見の明があるなって思いますね。何なんでしょうね。何でしょうね。だからこそそこからもうすごい勢いで、はい、発展していったのかなとも思うんですけど、うん、
これは本当にどういう理由なのかなっていうのは気になりますよね。気になりますけど、もちろんインターネットなんかないですし、はい、情報っていうのは本当にある一部のところにしか集まってなかったはずですよね、うん、それが普通の庶民には絶対来なかったと思いますし、あの鎖国の一つっていうのは海外から人を入れない、情報を入れない、キリスト教を入れないっていうのはあったと思うんですけど、うん、はい、プラスでなんか国民にも情報を与えないっていうのはあったのかなって気がするんですよね。そうですね。だからまあ政府からしたら、幕府からしたら、俺たちのことやってればもういいんだ国民は、うん、みたいな感じだったかもしれないんですよね、うんうんうん、そういう状況でなんで発展していけたのかなっていう、そういう人たちが、うん、一部の人たちができる人たちが、社会を変えていく人たちがどうやって出てきたのかなっていうのはやっぱ気になりますよね。ねえ、鎖国だったからこそですかね、情報が開示されてないからこそ、なんか反骨精神じゃないですけど、うん、それはあったのかもしれないですよね。できる人たちがこれじゃいかんって言って、うん、ですよね、はい、でまあ、福沢諭吉、さらにお話しすると、あの学問をすることによって才能と品格を磨いて、うん、そして政府に対抗して同等の資格とか地位を得るだけの力を国民がつけなさいっていうことを言っているんですよね、うんうんうん、はい、だから上のことだけ聞いてたじゃダメだよ、自分で考える、それこそさっきの選択と判断の基準じゃないですけども、自分で考えられるようにしなきゃダメだよっていうことも言っていて、うん、でさらに福沢諭吉が、あの演説っていう言葉を作ったのは福沢諭吉なんですね。ああ、そうなんですね、はい、それまでまあスピーチっていうので入ってきていて、はい、それを日本語にするとどうなのかなっていうので演説っていう言葉にしたんですよね。で福沢諭吉はそのスピーチの力も磨けって言ってるんですね。ああ、そうなんですね、はい、でなんで演説が大事かっていうと、はいはい、まあ、福沢諭吉が言うには、読書っていうのは知識をつけるためのもの、うんうん、で議論っていうのは知識を交換するためのもの、相手と、はいはい、で演説っていうのは知識を広めるためのものというふうに言っていて、はい、で今まではまあ本読んで知識を増やす、で人と話して知識を交換する、ここで終わってたんですけど、まあ、これからは演説の力、スピーチの力をつけて、それを世間に広めていかなきゃいけないんだっていう言い方をしてるんですよね。ああ、そうなんですね、うん、これってなんか英語ともこうぴったり重なるかなと思うんですけど、うん、まあ、勉強って知識をつけるためのもので、これもちろん大事なんですけども、はい、そこで終わってしまうと、まあ、よく言われるように10年も英語勉強したのに喋れないっていう感じになって、で仕事でも使えないっていう残念な状況になってしまうんですけど、これまあスピーチじゃなくてもいいんですけどね、こうアウトプットの力っていうのをつけることによって、それは今持っている自分の知識だったり会社の知識技術だったりっていうのを広めるためにも使えますよね。うん、そうですね、うん、そうすることでやっぱり日本の技術とか知識とかっていうのはやっぱり海外から見てもすごいっていうふうに思われているので、うん、でもそれを出せないっていうのは一番もったいないですよね、うん、持ってるのに出せないっていうのは、そこはこの福沢諭吉が言う演説っていうのと共通するところかなと思うんですよね。あ、しかもまさしくTOEICですね。まあ、トイックで言うと、あの内容が分かるかどうかで終えるのではなくて、あの内容を使えるようにしていくっていうところまでいけば、うんうん、まさにこの福沢諭吉が考えている学問になりますよね、うんうん、そうですね、はい、本当今の時代に通じますね。いや、もうこれ本当ぴったりだなと思ったんですね、うん、でもちろんそれは日本語でもそうです。日本語で学問するとかスピーチの力を磨くっていうのもそうですし、これにプラスで英語が身についたら、もう本当にどこに行っても仕事できますし、どこに行っても生活できますからね、うん、で新しいものもどんどん生み出せる力っていうのは身につけられると思うので、うん、この福沢諭吉の学問の進めは結構バイブルになりうるんじゃないかなと思うんですよね。本当ですね、うん、いや本当に表面しか知りませんでしたっていう。いや本当にあの勉強しなさいっていう本かと思ってたんですけどねなんか両親プラス福沢諭吉みたいな、まだ勉強しなさいって言われるのかみたいな思ったんですけどうるさいよっていう違いました ね本当ですね、うん、この福沢諭吉さんの学問の勧めを読んで、はい、じゃあ英語でどうやって活かせるかっていうのをなんか考えられる機会になりそうですね。そうですね。だからあのもちろん英語の勉強って教材やるっていうのも大事なんですけども、もうちょっとこう
俯瞰的に見るためにそういう学問のおすすめだったり、まあ、他の古典だったりしてもいいと思うんですけどね、うん、あこれって今の時代で英語を絡めたらこういう視点でものを考えられるなとか、こういうふうな可能性に広がっていきそうだなとか、うん、まあ、自分の中にどうやって取り込めるかっていうのを参考にするっていう意味ではすごくいいですよね、うんうん、そうですね。それが140年も前の本から学べるっていうのが何なんでしょうね。いや本当にすごいです、うん、なんか本質がこの中に詰まってるんじゃないですかね、うん、そうですね、うん、あ学問のすすめ読むしかないです ね, ですね。僕も話しながらちょっともう一回読み直したくなってきたので、はい、また読み直します、はい、英語で名言。続いては毎日配信している J さんの単語メールボキャブラリーブースターから著名人の名言を英語でご紹介いただきます。 J さん今回の名言は何でしょうか。はい、今回はキム・コリンズ、まあ、キム・コリンズという陸上選手の言葉です。でこのキム・コリンズなんですけども、セント・クリストファー・ネイビスの人、わからないですオリンピックでしか聞かない名前なんですけども、はい、あの調べてみたら中米のドミニカの東側にあるなんか島みたいですね。へ、うん、初めて聞いたかもしれないです。なんかそうですね、オリンピックとかそういう世界選手権で聞く名前ではあるんですけど、うんうん、ちょっとあの久々に聞いたなっていう感じなんですけども、はい、このキム・コリンズの言葉、Strive for continuous improvement instead of perfection. Strive for continuous improvement instead of perfection. パーフェクション？はい。パーフェクション。そうですね。パーフェクションはパーフェクトの、はい、まあ、名詞ではあるんですけども、完璧を目指すのではなく、継続的な向上を目指して努力しよう。完璧を目指すのではなく、大事ですね。どうしても完璧目指しちゃいますけどね。そうですね、うん、でできなくてがっかりするっていう、うんうんうん、そしてもうやめちゃったりとかありますね、はい、よく、うん、そうではなくてこう継続的な向上を目指して努力する。これはもう何でもそうですね。勉強でもそうですし、スポーツとか仕事でもそうかもしれないですよね。そうですね、うん、継続って本当に大事ですよね。もう継続でしか上達しないですもんね、うん、まあ、逆に継続さえすれば絶対上達するっていうところでもありますけどね、はいはい、うん、それは英語でもそうですし、多分話すとかっていう方でもそうですよね。そうですね、うん、スポーツでもおそらくそうでしょうし、うん、例えばまあ英語で言うと、まあ、ある教材があるとしますよね。でそれを完璧にするってもちろん大事なんですけども、やっぱり全部覚えるっていうのは結構ハードルが高いの で,、うん、はい、で100問あったら100問全部正解させるっていうのも結構ハードルは高いので、うん、もちろん目指すのはいいのかもしれないですけども、それよりも今日例えば10問中2問しか解けなかった、でまた勉強して明日は10問中3問解けるようになったっていうだけでも継続的な向上になりますからね、うんうん、そうですよね、うん、1週間で完璧にするよりも1ヶ月でずっと伸ばしていくっていう方が、後から振り返ったらどっちの方が力になってるかっていうと、多分継続的に努力して向上させた方が力になってるのかなと思うんですよね。うん、もう本当にコツコツ1日1日の積み重ねですね。そうですね、だからまあ目標は大事ですけども、完璧にそれをするぞっていうのは逆に足を引っ張る可能性もありますよね。そうなんですよね。完璧はそうですね、なかなか難しいですし、まあ、稀によし完璧にできたっていうことはありますけど、でもそれはたまたま完璧だった可能性もありますからね。そうですね、はいはい、もう J さんが言うならもう本当にコツコツやっていきましょう。いやいや、キム・コリンズが言うのでやっていきましょう。はい、ありがとうございます。 J's Topics。 さあこのコーナーでは J さんにまつわるあれこれをお話しいただきます。 J さん今回のトピックスは何でしょうか。はい、今回はまあ4月も始まった新学期、はい
始まったばっかり、新年度始まったばっかりですので、うん、気持ち新たにされて何かをこうやるぞって決めてる方も多いと思うんですよね。そうですね、はい、なのでちょっとその話をしたいと思いますけども、まずジョギングですね。おー、ずっと前からやらなきゃやらなきゃって頭で思っていて口にも出してはいたんですけども、はい、全然やってなかったので、はい、ちゃんとやろう。そうだ、はい、ホノルルマラソンを走るんじゃなかったでしたっけ。まだ覚えてましたか、はい、あれ12月でしたよね。はい、12月です。あ、でも まだまだ時間はあるので、はい、そうなんです、はい、だからもうそろそろちゃんとやらないとまずいなというので、はいはい、まあ、まずジョギングをちゃんとやって走れるようになるっていうのと、はい、ちゃんとというのはどういう感じなんでしょうか。ちゃんとというのはもうそれこそセミナーでも話してるんですけども、まず3日分を決める、うんうん、今日明日明後日で走れる時があるのであればそこでも走るって決めちゃうんですね、うんうん、でなかったらしょうがないので、例えば出張でとか、はい、っていう場合は仕方がないので、例えば今日4月3日ですよね、はい、で4月3日はビデオの収録をしているので終わってからだったら多分走れます、うんうん、で4日も走れます、はい、ただ5日は大阪出張なのでこれ走れない、はい、のでじゃあ3、4ここだけ走ろう、5は無理だっていうふうに決めると、じゃあ今日と明日頑張ればいいやってなりますよね。そうですね、そうですね、うん、で5日になって大阪で今日走れない、そしたら次の3日分決めるんですね。6、7、8って決めるんですね、うんうん、で6日はこれ長野なんですね、うん、でも家帰ってきてから走れるので、うん、こう走れる。で7は何もないので走れる、はい、で8は1日セミナーなのでちょっと走れないみたいな感じで3日分だけでいいんですね。うん、うん、じゃあこれ3ヶ月分決めちゃうと6月3日ってどういう状態かっていうのはあんまりピンとこないですよね。まだ分からなかったりしますよ ね, しますよね。だからそれだと続かないので、もうまず3日分だけにですね、うんうん、でこの新年度って気合が入ってる状態なので、はい、なんかもういろんな難しい目標とか立ててしまうんですけども、それこそさっきのキム・コリンズじゃないですけども完璧を目指しちゃうんですね、うんうん、でできなくてやめちゃうっていうふうになるので、もうまず3日分だけできる目標を決めてスケジュール決めてやっていけば確実に継続的な向上ができますので、はい、というのを今喋りながら自分に思いっきり言いか聞かせている状態です。まあ、あのスタートしちゃえば、はいはい、Jさんはきっともう継続の鬼だと思いますので、継続の鬼、そうです、しつこいですからね。もう一回始めればもうずっと続くんじゃないかと思われますが、そこなんですけど、そうなんですね、はい、なのでジョギングに関してはいかに早く家を出るかっていうことなんですよね。英語の勉強だったらいかに教材を開くかとか、いかに CD を流すかっていうところが一つの一番のポイントなんですけど、ね、そうですね、そのやるスイッチ、そうなんですよ。で始めたらもうあのジョギングに出かけたらもうジョギングしかすることないのでできるんですけどね。そこなんですよね。うんうん、早く家を出るっていう、うんうん、英語だったらもう早く教材開く、うん、手元に置いておく、はい、ジョギングウェアを玄関に出しておく、うんうん、ジョギングシューズも揃えておく、そうですね、っていうところからやらないと無理ですよね、うんうん、っていうのを話しながら自分に言い聞かせてるんですけどね。ちなみにちょっと聞きたいなと思ったのが、はい、あの英語の勉強で J さんがそうやってスイッチを押すのをどうやってしていたのかをお聞きしたいんですけれど、はい、うん、やっぱり教材を開く、教材開くですね、とかあのそれこそ当時はまだカセットテープですからね、はいはい、ウォークマンの再生ボタンを押すとか、うんうん、やっぱそこですよね。もう決まってますよ。電車に乗ったらこれを聞くとか、うんうん、家に帰ってきたらお風呂入る前に文法を学ぶとか、あ、なんかもうスケジュールがもう完璧に決まってましたね。はいはい、うん、当時の自分はすごかったですね。何かにこうくっつけるんですね。何かにくっつけましたね。だから悩まなかったですよね、うんうん、こう今どうしようとかなかったですね、はいはい、電車に乗ったから聞かなきゃとか、家帰ってきたから文法やろうとか、これをやったから次単語やろうとかっていう風に、もう本当流れ作業でしたね。あ、素晴らしい、うん、習慣ですよね。習慣、本当あの時は習慣です。それ僕2年間続けたので、うん、はいはい、あの2年間で本当英検4級から TOEIC 800点まで行きましたから、ね、すごい。いや、あの時は本当に完璧は目指してなかったですね。
うまくなりたいって意識だけでやってましたね。うん、それこそキム・コリンズの言葉通りのことをやってた気がしますね。あ、うん、継続ですね。継続だけですね、英語は本当に、うんうん、それをちょっとジョギングの方にも持っていこうと、はい、そうですね。これなんか何年も言ってる気がするんですけどね。ジョギングをやりたいって思うところも大事ですね。大事です。はい、そうですね。やらなきゃじゃなくて、はい、別に誰かから求められてるわけでもないので、はい、やらなくても別にいいんですけどね、うん、いいんですけども、やっぱり目標を立てたし、マラソン走るぞって目標も立てたし、はい、あとはやっぱり出張から帰ってきて疲れが取れないっていうのはすごく嫌なんですね。うん、で、あのスキーのレジェンドの笠井紀明さんの本読んだら、そういう移動の疲れはジョギングで取れるって書いてあったんですね。あ、これはやらなきゃっていうのを。そうなんですよね、はい、うん、意外と体を動かすことでこう疲れが飛ぶっていうのもありますよね。意外とそうなんですよね、はい、うん、じゃあ私もピラティス始めます。ピラティスこれから始める感じですか？そうですね、あの実は2月に始めますと、はい、整体の先生に言ったんですが、はいはい、あの気づけばもう4月大丈夫です。これから3日分だけまず決めて、はい、そして行動すると。そうですね、ですね、はいはい、お互いに頑張りましょう。頑張りましょう。第99回お送りしてまいりました。さあジェイさん、はい、4月20日21日にちょっと珍しいタイトルのアルクさん主催のセミナーを担当されますよね、はい、そうですね、こちらを、はいはい、ご紹介いただいてよろしいですか？まずなぜかタイトルに僕は嫌だっていうのが入ってるんですけど、はい、まあ、これトイックのセミナーなんですけども、まあ、何が嫌かっていうと、もうテクニックだけに頼って解き続ける、そんなの嫌だとか、勉強してるのに点数が伸びない、そんなの嫌だとか、まあ、いろんな嫌だがあると思うんですよね、はいはい、で今回のはもうテクニックに頼らない教育対策っていうのはもちろんあるんですけれども、その対策が例えばなるべく読まずに解くとか、なるべく聞かずに解くっていう、まあ、いわゆるなんか裏技的な形で取り組んで問題解けるものもあるんですけども、それでは英語力は変わらないですし、はい、どっかで絶対頭打ちになるんですよね。でそういった方にとってはその対策をもう外してしまうっていう、普通に聞いて普通に読むっていう方が実は効果的で効率的だったりもするんですよね。なので、まあ、あのレベル的にはもう中級レベルはあるのに、そこからどうも上に行けない、殻が破れないという方の理由ってそれぞれあるので、そういったいろんな人の僕は嫌だ、私は嫌だっていうのを取り外す2日間のセミナーなんですね。はい、取り外す、はい、そういう方ぜひご参加ください、はい、この詳細はどこで見られるでしょうか？ブログにも書いてありますし、はい、あとはこの主催のアルクのサイトに行っていただければ、うんうん、そのセミナー情報として載ってますので、まあ、そちらで細かいことはあのお読みいただけます。あ、はい、はい、そして、先着順なんですよね？そうですね、はい、あの定員はまだ埋まってないと思いますので、あのお席があれば、まあ、今からでも申し込みはできます。はい、はい、ぜひぜひご参加ください、はい、そしてセミナー終了後は J さんにこう質問したりとかもできるんでしょうか？もちろん、はい、はいはい、ですのでそういうのもぜひね、あの活用していただきたいと思います、はい、さあこの番組ではご質問ご感想を随時お待ちしています。メッセージは J さんのアメブロ英語モチベーションブースターの中のポッドキャスト下にお問い合わせフォームがありますので、お気軽にお送りください。それでは J さん、 OK Thank you for listening. See you next week. Bye bye, bye, bye.この番組は提供株式会社ラーニングコネクションズ、プロデュースキクタス、ナレーション生きみえでお送りしました。